しかし、大魔師が精霊の器とは。マギル、お前もそうなのか。うん、清らかすぎる乙女のわしは精霊が宿りたい器3年連続ナンバーワンじゃよ。なら、エレノアの代わりにあんたをライフセットの器にしてもいいの。却下じゃ。わしは美縁風一匹で手一杯だし。美縁風を食らえば空きができるでしょ。相手も無理じゃ。お主らも見たじゃろ。ボーはあのとんでもない金主相手に一瞬なりとも対抗しよった。わしなんとではとてもとても受け止めきれぬわ。結界の時といい、地脈を開いたことといい、ライフセットには秘めた力があるけど、あの女大魔師は器になると。エレノア様はマギル姉さんより頑張り屋さんですから。ではなおさら探し出して倒さねばのう。みすみす強力な敵を増やすことになる。見つけるわよ、絶対。ここは遺跡みたいだが、どこなんだ。壁や柱の様式から考えると、ここは聖主ウマシアを祀った古代の地下聖殿のような。ウマシアは地を司る聖主様じゃったの。そうだ、俺たち地脈からこの聖殿に出てきたことも無関係ではない。人間たちが聖殿を作ろうと掘った穴がたまたま地脈につながったってことか。こうボコッと。地脈というのはそういうものじゃない。普通の人間には知覚できない自然の力の流れだ。だが古代には見えない存在を感じ取れる人間が多くいた。人間は彼らの導きによって聖主に近づくべく地脈の近くに聖殿を作った。ほほう。聖主は自然の力を操る存在。地脈を聖主と同一視して御神体にしたってわけか。そうだ、聖主信仰が強かった時代にはこういった聖殿はあちこちに点在していた。つまりどこも似ておるゆえ、外に出てみん限りここがどこかはわからんということじゃの。そうなる。穴を掘った時いい刀になりそうな鉱石とか見つからなかったのかな。お前には説明しても意味がなさそうだな。前からちょっと思ってたけど、アイゼンって案外説明好きよね。はっ、あなた方は。おお、亀人が店を出しておる。いいところであったわ。補給をお願い。いいっすけどダメっす。今回は割増料金でお願いするっす。割増。これ亀屋知っておるか。この辺りには旅商人を襲って食らう恐ろしい化け物がおるそうじゃぞ。旅商人を食らう。そやつは黒髪の女子に化け、アコギな旅商人を見つけると頭からむしゃむしゃと。アコギな亀商人の場合は甲羅からバリバリと美味しくいただいてしまうとか。おいらアコギじゃないっす。サービス期間だから通常価格でお届けするっすよ。助かるわ。マギル、お客様の笑顔をあげといて。にんまり。恐縮す。
頭はいい？だんだんの この距離なら外しません。ゼロの方ハグ11のポイント。东西我把直接拿裤子了。消えない傷を刻んで果てろ。リータルペイン赤く止まるのか。ブラッシャー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 赤く止まるのか。ブラッシャーレイアブコーバーブラッシャーレイアブコーバー赤く止まるのか。ブラッシャーブラッシャーブラッシャーレイあ、話にならんわ。ストレート。
Thank you.
刚刚这个画面拿到。
始末する。
Thank you.
ゲルラ、ウィンドランス、如果没有打完了吗？てっきり逃げたと思った。姿を消したことは謝罪します。覚えず別の場所に出てしまいました。ライフセットは私の中で眠っています。容体は落ち着いたようです。エレノアだっけ。私が勝ったら器として死ぬまで従ってもらうわよ。承知しました。代わりにあなたが負けた時は命をもらいます。サシでやるのか。一人で十分。第二次单挑的ライフセットは使わないのね。もちろん一対一と言ったでしょう。後で言い訳は聞かないわよ。ははっ、せーの、ディエンレイクス、ジュリゼコ、せーの、
私を殺せない。同じ条件で戦ったまでです。勝ったら殺すんでしょう。それはそれ、勝負は勝負です。面倒なやつね。けど剣を抜いたら迷うな。非常の戦いは非常をもって制すべしよ。アルトリウス様の戦なんて不甲斐ない。約束は守ります。あなたの命令に従う。私が死ぬまで。ダメ。体が動かない。精霊が器に干渉するなんて。ナイフセット。もう大丈夫なの？うん。器になった反動が出たようだ。わしも覚えがある。高熱を出してしばらくは目を覚まさんじゃろうて。足手まといを連れてどこだかわからん土地を進むのは危険すぎるな。こいつが回復するまで休もうぜ。道連れなんだろう。ライフィソットの器なんだから。そうね。エレノア様は僕がお世話するでぐよ。思い出せぐ。マギルー姉さんも僕と契約した時2、3ヶ月くしゃみと鼻水が止まらなくなったんです。あれは春先の出来事だったです。ゴーマに精霊に魔女、今度は大魔神が道連れ。なる厄介なことに。他に方法がなかった。仕方ないでしょ。そうだな。ライフセットを失うわけにはいかない。カノ主があれほどの化け物と分かった以上、ライフセットの力は貴重な戦力だ。カノ主、本物の聖主なの？分からん。だがまともな精霊じゃないことは間違いない。聖霊があの力で何かをしようとしていることもない。カノ主の正体と聖霊の本当の目的、暴力の糸道はまずそれを知ることか。状況証拠から考えればアイフリードの失踪も奴らの企みの一部である可能性が高いな。あのエレノアという大魔師から情報を引き出せるかもしれん。そうだけど拷問は禁止よ。器が壊れたら困る。分かっている。契約を結んだ以上
エレノアが壊れたらライフセットが傲慢化するからな。何それ、聞いてない。器と精霊の宿命だ。危険だが、しばらく身近で泳がせるしかないだろう。哎，龙七化的圣女，圣女会变成夜魔啊！都有逼到没有人在这边怕他。それにしてもアルトリウスにカノムシ、どっちもとんでもない化け物だったな。なんで嬉しそうなわけ。まだ生きてるからさ、生きていれば戦える。前向きね。そういうゴーマなんだよ。お前はどうなんだ、敵討ちは諦めるか。あいにくそんなゴーマじゃないわ。ならあいつらに勝つ方法を見つけようぜ。絶望するのは死んでからでいい。付き合ってくれるの。ああ、生き延びられたのもライフセットのおかげだしな。知ってるだろう、こう見えても義理がたいんだ。無理しちゃダメよ、まだ。ごめんなさい。なんで謝るの。僕、ベルベットの命令破っちゃったから。おかげで、私は生きてる。僕、ベルベットが死んだら嫌だと思った。だから助けたかったんだ。ごめん、偉そうなことを言って。私はあんたを物扱いしてた。一緒に行くって決めたのは僕だよ。ベルベットはどうするか聞いてくれた。これからもまたひどい目に遭うわよ。まだ戦うんだね、ベルベットは。引けないのよ、私は。それでも僕はベルベットと一緒に行く。そう。ここどこだかわからないし。それもそうよね。いやはや、物より生き物をもてあそぶ方が残酷じゃというに。どういう意味。聞きたいのはこっちじゃ。敵を前にして爪痕一つ残せんかったんじゃぞ。これからどうするか策はあるのかい。認めるわ、カノヌシの力は想像をはるかに超えてた。けど私は諦めない。何度だってあいつらに食らいついてやる。折れる方に百ガルド。あ、
お主の牙が折れる方に100ガルドかけたんじゃよ。お主が生きておったせいで六郎との賭けに負けてな、10ガルド取られてしもうた。それを取り返したいんじゃ。勝手にすれば。おお、賭け成立じゃな。これでお主に同行する楽しみができたわい。暇が潰せればあとはどうでもいいんじゃがな。ベルベット、カナヌシのことだけど、これ離宮から持ってきた本。うん。でね、この表紙の紋章って神殿にあったのと同じ。これカナヌシのことが書いてあるの。うん、古代語だから読めないけど。しょげるな坊よ、グリモワールというわしの知人なら解読できるやもしれん。本当かどうかは聞いてみねばわからんがな。どこにいるのその知り合いって。さての、最後の頼りはサウスガンド領のイズルトからじゃったが。当てにならなそうな当てね。そこをあがいてみせるのがお主の仕事じゃよ。ご期待通りにやってみせるわよ。せいぜい折れんようにな。うわ、遺跡の中で休みましょう。あんたは病み上がりだしね。私はゴーマに看病されたのか。未熟、未熟、なんという失態だ。この罪を償うには、お許しください、アルトリウス様。これはメルキオール様の更新精霊術。メルキオールに血脈をたどらせてみれば妙なことになっているようだな。アルトリウス様、この失態は。顔を上げなさい、エレノア。お前に同志の特命を授ける。同志の特命。ライヴィセットと名乗る精霊を保護し、ローグレス精霊本部に回収せよ。なお、この特命は特等タイマシ以上の機密事項とする。あの精霊を守ってボートに連れ帰れと。しかも内密に。たくまず器になれたのは好都合だ。ですが、あの者は器である私の行動に干渉できるのです。精霊が意志を持つならそれを操れば済むこと。同志アルトリウスの名において、特命完遂に必要ないかなる行動も許可する。
コーマに従うことも含めてですか。そこまでするとあの精霊は一体できない。屈辱は所詮一時の感情、断りと意志こそが最悪を切り払う剣。この命はアルトリウス様の教えに従って使います。まもなく地脈が閉じる。以後は独自の判断で任務を果たせ。起きたな。具合はどうだ。問題ありません。あの、もうあんなことしないでね。痛いのは怖いでしょ。大丈夫、私はもう逃げません。僕はライフセット、よろしくね、エレノア。ええ、こちらこそ。逃げようとしたらあんたの手足を食って動けなくするわよ。生きてさえいれば器の役割は果たせるんだから。その必要はありません。私はあなたとの決闘の前に制約をかけました。負けた場合相手に従うという枷によって自身の力を引き上げる術です。一度発動した制約は自分でも解除できない。私はあなたとの約束を守らざるを得ないのです。性欲なら早速質問に答えてもらうわよ。聖霊はカノヌシを使って何をする気なの。もちろんゴーマを消し去ることです。開門の日から続く大災厄の時代を終わらせるために。具体的にどうやってゴーマを消す。願えばカノヌシがゴーマを皆殺しにするとでも言うのか。そこまでは知らされていません。カノヌシの祭祀は聖領でも機密事項で、メルキオル様が取り仕切っていることくらいしか。やっぱりカノヌシの正体を知るにはライフセットの古文書を解読するしかなさそうね。古代語を読めるっていうマギルーの知り合いに当たってみるか。サウスガンド領のイズルトに行けばそやつの手がかりがあるはずじゃよ。その前にここがどこか調べんだ。まずは人か集落を探すんだ。わからんことだらけで何とも頼りないな。それでも知ろうとしないとずっとわからないままだよ。おお、こりゃ一本取られた。こんな精霊もいるの。エレノア、あんたの役目はライフセットの護衛よ。相手が対魔師でも守り抜きなさい。逆らえば。わかっています。逆らえないと言ったでしょ。いい、ライフセット、エレノアが妙な行動を取ろうとしたらすぐに止めるの。でもエレノアは悪い人じゃないと思う。それに制約で約束は守るって。制約なんて嘘に決まってる。あれは命を懸けて使うようなもの。じゃあ複雑な儀式と試練を経てやっと完成するめんどくさい術じゃよ。言ったでしょ、あいつの目的はあんたを連れ去ることなの。女を見かけで判断しちゃダメよ。そうじゃぞ。というかそもそも悪者はベルベットの方じゃけどな。否定はしないわ。どうしたライフセット。女を見かけで判断しちゃダメって言われたんだけど、僕どうしていいかわからないんだ。それは男の永遠のテーマだよな、アイゼン。ああ、女という生き物は実に厄介なものだ。
息をするように嘘をつけるのが女。女の嘘を決して見抜けないのが男。わかる。わかるぜ。二人とも、とても辛い思い出があるみたいだね。刀で切られた傷よりも、女につけられた心の傷の方が治りが遅いのさ。そんなに？女の涙には気をつけろ。決して女には油断をするな。これだけは覚えておけ。女の涙には気をつけろ。油断するな。ちょっと、あんたたちライフセットに変なこと教えないでよね。真実だ。あんまり余計なことを吹き込むなら、あんたたちを食らうから。おお、怖い怖い。剣士も海賊も女で苦労しとるようじゃのう。ま、その面倒くささが女というものじゃよ。わしはお主らに強い同情と深い同情を感じるぞ。今のベルベットとマギルーをどう思った？ベルベットは六郎たちを食べたりしないし、マギルーに分かってもらえてる感じはしなかった。女を見かけて判断するなというのはそういうことだ。そしてお前はそれができているようだ。あ、うん、私は違いますからね。え、感情と関係なく涙を自在に操る女性はいますが、みんながそうではありませんし、私は嘘が嫌いです。アイゼンや六郎の出会った女性が極端だっただけです。エレノアは嘘が嫌いなんだね。え、はい。ライフセットが俺たちのようにならないように、お前が見本を示してやってくれ。言われなくてもそうさせていただきます。エレノアも見かけより気が強いよね。かしこまり。命令には従います。行きましょう。行くとするかな。行きましょう。やれやれ。
Let's go!
石なんか拾って。これ珍しい気がする。キラキラしてるのはキラハガネかも。キラハガネ、虫、剣や武器の素材になる金属だ。限られた地方でしか取れないレアメタルだな。キラハガネの産出地ならここはエンドガンド領かアイルガンド領か、どちらにしろミッドガンド領から相当離れた辺境だ。勢力も大した人員を配備していないだろう。さすが海賊、金目のものと警備には詳しいな。追い立てられる危険は低いってことね。一つお手柄よ、ライフセット。うん。でも手は洗いなさい。うん、うん、どうしたのライフセット。女の人が見かけ通りじゃないとして男は見かけ通りなのかなと思って。そうね、男は単純な生き物だから。男は単純か。まるで男のことなら何でも分かっているような口ぶりじゃの。どうせサンプルは家族だけじゃろうて。そうやって人を下に見てればいいわ。ほう、その口ぶり、お主の恋人はさぞや素敵な殿方なんじゃろうの。そうね。顔はどんなじゃ、背は高いのか低いのか。あんたに教える必要ない。いつもスイングドアの向こうにいた人ゆえ足元しか見たことなかったとか言うまいな。あ、図星かい。素敵な片思いじゃの。その話読んだことある。確か足だけおじさんっていう小説。へえ、そんな小説があるんだ。私も読んだことありますが、切なくて甘酸っぱくてとても面白い小説です。未読なら一度読んでみることを強く勧めます。アルトリウスを殺して暇になったら読むわ。僕が聞きたかったのは男が見かけ通りかどうかなんだけど。しかし地上でキラハガネを見つけるなんて珍しいよな。鉱物の産地とはいえ採掘は大変だって聞いたぜ。鉱物の採掘は山師と呼ばれる職人たちの技術や経験がものを言う。同じ鉱物が発見された土地の水質や植物などを調べ、似た環境にある土地へ行って鉱脈を探るのが常だ。それでも見つからないこともあるんだから大博打だよな。もっと簡単な方法はないのか。ペンデュラムを使って地下水や金属の在りかを探る方法もあるって本で読んだことがある。ダウジングじゃな。ダウジング。ペンデュラムを地面に向けてぶら下げてマギンプン、まじないを唱えるとあら不思議、先っぽについてある鉱物が金銀財宝やら地底湖やらをクンクンワンと嗅ぎ当ててくれるのじゃ。眉唾ね。占いと同じで当たるも八卦、当たらぬも八卦。山氏の名には博打打ちの意味も含まれておる。なんでそんな占い道具みたいなものをザビーダのやつは武器に使ってるんだ。やつは戦闘中風で振り子の軌道を制御していた。無知や縄よりペンデュラムの方が風で操りやすいんだろう。なるほどな、面白い技を考えたもんだ。そしてもう一つは自身の力の強化。精霊には大きく分けて治水化風四つの属性があり、それぞれの属性は相克関係にある。風は地を克する。風の精霊であるザビーダが地属性の鉱物を手にすることで力を強化できるんだ。精霊がそのようなことまで計算を。ペンデュラムが精霊の力に反応するならダウジングで鉱脈を見つけることもできそうだね。ああ、あながちバカにしたものじゃない。そしてザビーダの野郎もふざけた口を叩いているが、戦いに関しては緻密で計算高い。小難しいことを考えて武器を使っておるんじゃの。お前は考えてないのか。考えておるわい、いたしき人の方。あんたは何も考えずただふざけてるだけみたいね。
回しまくる。これで終わりよ。あっけなかったですね。わしらはみんな頑張って。ジェラルドだ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 。やりました。わしまくら。呪い。片付いたみたい。行くわよ。あんた、ちょっといい？刀斬りの仲間か？は？来るな！俺が悪かった！謝りながら切りかかるな！構えろ！だから話を聞きなさいって。怖がらないで。この人は大魔師だよ。あ、私は一等大魔師エレノアです。落ち着いて話を聞かせてください。確かに大魔師だけど、なんで大魔師がこんな奴らと一緒に。極秘任務の途中なのです。ここがどこか教えてもらえませんか。できれば港の場所も。どこって、アイルガンド領のカドニクス島だ。この渓谷を進めば港に出る。バンエルティアにつなぎをつける。お願い。もう一つ、刀斬りってのは何だ。ああ、最近この辺りで暴れてるゴーマでな、剣士ばかりを狙ってその刀を叩き切るんだ。一刀大魔師まで何人もやられてる。だから刀斬りか。そいつの刀は異国で作られた技物でな、盗んでやろうと住処を探してたら襲われちまったんだ。異国の技物。あんたも気をつけた方がいい。背中の王たち、刀斬りに見つかったらやばいぜ。ああ、
やばそうだな。しかしゴーマ相手に盗みを働こうとは自業自爆じゃな。バカすぎたよ。きっとこれを機に足を洗えということです。ゴーマに殺されなかった幸運な命をもう悪事で汚さないでください。その古文書、あなた読めるの？うん、いろんな言葉を勉強したけど、これは見たことない言葉で書いてあるから。エレノアは読めるの？うん、私もこの言語は初めて見ます。このような珍しい古文書をどこで？それはオートで掘り出し物を見つけたのよ。この子、本を読むのが好きだから。意外ですが、精霊は読書好きなのですね。ビエンフーもしばしば読書をしていました。そうなんだ。ええ、何を読んでいたのかは知りませんが。僕を読んだですか？ビエンフーも本が好きなの？イエース、本は素晴らしい知識を与えてくれまほからね。でも A ランクの僕が読む本はライフィセットのようなお子ちゃまには難易度が高いかもですけど。好みの人間女子を口説いて器にする方法、可愛い子ちゃんと好き好きスキンシップ。ビッ、口説くってどういう意味？知らなくていいから。はい、とりあえずこの本は全部没収。問いただしたいことがあります。ビエンフ、後で厳しく尋問させてもらいますよ。ビッ、船と合流。ザン！六郎、なんか楽しそうだね。俺は夜叉だからな。夜叉、戦いの鬼神。ああ、切ってなんぼってゴーマなのさ。でも刀斬りは異国の刀でタイマシも倒したって。怖くないの？死ぬのか？か、うん、死ぬのは怖くないが、生きたいとは思う。ん？切ることが俺の存在そのもので欲なんだ。それを満たすために切る。生きるなんてな。他者を切り殺すことが生きがいだなんて。ゴーマはどこまで行ってもゴーマなのですね。身も蓋もない言い方だな。覚悟もなしに立ちふさがる。まもなく再び
尋常にしろ！まわしまくら！飛び出せ感動し！死ぬくらいだ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 ！ボイドラグ！入れ弾けるぞ！死ぬ震えよ！シートレット！今の敵には式神も。伸びろ！強欲転職！すごく渦巻き、なんでいるの？
敵よ、その刀セーランか。異国の技者を振るうボーマン、あんたが刀斬りね。問答無用か。言語道断、こんにゃく問答音的参ります。奥義
任せろ。来い。ザン。おお。切り替えがあるぜ。ロクオ。邪魔をせるな。仲間を殺す気ですか？ならあんたを殺す。すまん、つい熱くなった。知っているやつなのか？刀だけな。あれはセイランって刀だった。セイラン、何だっていいし、刀に用はないわ。港に急ぐわよ。Thank you.